ふきやこうじのふるさと、柴田です。
ありがとうございました。まもなく吹屋工事のふるさと柴田に到着いたします。柴田には江戸時代の面影が町のあちこちに残っています。明治維新まで12代続いた柴田藩の十万石の柴田城や国の重要文化財の足軽長屋、江戸時代からの風流の庭園、伏見泉などがあります。柴田駅から徒歩3分の諏訪神社周辺では城下町柴田祭りが開催されます。約280年前から伝承されており、独自の出汁や法被、振る舞いは見ものです。中でも男衆による帰り台は、通称喧嘩台場は、毎年多くの観光客を魅了しています。お出口は左側です。